あのナーステーキ側じゃないかなと思うけど、うん、だからさっきから話してますけど、 あそこ裏って言ってた、100円って書いてあった。見てない。だから1時間300円ぐらいから大丈夫じゃない。出口料金所がなかったようだけど、あった。だからちゃんと分かんない、ちゃんと見なかったね。どうしよう、入ってからもし万が一オープンしてなかったら、あれ、ね、出ればいいんじゃない。そうだね、開いてない可能性があるすごい、なんかだいぶぐるぐるだねこれね。あ、ここで料金を払ってあと降りるだけみたいになるんだね。こういうところ入ってみないと分かんないしね。ボタンを押して駐車券をお取りください。駐車券をお取りください。契約者の方は、まだぐるぐるだな。空いてるところまで登っていって止めればいいわけね。これずっとしばらくはぐるぐる。 A はなし、 B、 A、B、C とかなんかあるんだろうね。まあのんびりよいしょ。 B は、 B もなしかな。これ空いてない、ほら。あ、違うか。ぐるぐるだなこれは。ちょっと、まあ、でも初体験ということで、よし。だだ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 。これは出るのか降りる、あれ、ちょっと上の方、あそこでワッサワッサしてるからさ。いつもここが空いてるように見えるからなんかややこしいよね。最後は何まであるんだろうね。なんか止めるところが多いような、少ないような、何台ぐらい止まってて、ここ一応空いてるね。止めようかね。止まえられそうな、
狭いけど、この一発で止められたから、まあ、一応後で番号は見るということで、ね、とりあえず那覇バスターミナルにある駐車場に止めてみるまでの映像でございました。それではさようなら、ありがとうございます。